ちょっとしたきっかけが未来へ紡ぐ初めの一歩に、幸せの種。今回幸せの種をまいているのは、新しい氷上のモータースポーツの普及に携わっている立内忠さん。車の排ガスなど地球温暖化や CO2 削減が叫ばれる昨今、モータースポーツの世界において新しい競技を推進しています。スケートリンクの上で電気カートを走らせて競う氷上電気カート競技です。氷の上を4台の電気カートがタイムを競い、女性や子どもも楽しめる競技です。立内さんの幸せの種とは？大気汚染と地球温暖化が自動車の環境問題として浮上してくるんです。モーターで走るね、車にしていくのが将来的に自動車の環境問題、エネルギー問題を解決するんではないかなと。慎重なアクセルとハンドル操作が求められる氷上電気カート、まるで時速300キロのレーシングカーと同じ運転感覚を味わえるんだとか。立内さんが未来に咲かせたい夢。皆さんが持っているモータースポーツのイメージをとりあえず変えるだろうと、身近だよと、遊べるよっていうことが変わってくるんではないかな。ぜひ地方でね、開催して最後は日本選手権やりたいなとは思いますけどね。氷上の電気カートレースが地球温暖化を防ぐ。あなたの幸せの種は今どこに？